朝日新聞が徴用工訴訟で韓国を擁護し批判殺到本日朝日新聞が社説にて次のような主張をいたしました日本政府は国際司法裁判所への提訴を含む対抗策を辞さない構えだそんなことになれば政府間の関係悪化にとどまらず今日まで築き上げてきた隣国関係が台無しになりかねないとなっておりまして こちら、朝日新聞は、この徴用工の裁判の判決に対して、おかしいと、批判をしないどころか、日本がですね、国際司法裁判所へ提訴するなと、韓国との関係を優先させるために、優先するためにですね、日本は、 この判決を受け入れろと主張してしててままっておりますこの国家間の条約協定を無視した韓国の最高裁の判決自体がそもそもおかしいのであり日本政府がそれを受け入れる必要なんて全くありません。 今後、韓国政府がどういった動きをしてくるのかまだわかりませんので、政府は様子を見ておりますけども、韓国が慰安婦問題や旭日記の問題、竹島の問題と同じように、日本に対して挑発的な行動を取れば、国際省裁判所に提訴することになるでしょう。こういった動き、 日韓関係を守るどうこの前に、政府は国民を、日本の企業を守る義務があり、韓国のこの判決を放置してしまった場合、今後2兆円規模の損害が日本に発生する,生する可能性がございます。そのような事態を政府は絶対に防がなければならず、 国民や企業を守るために韓国と対決対峙しているわけでありその政府を日本の企業である朝日新聞が背後から撃つというのはおかしいんじゃないでしょうか本当にですね朝日新聞は誰のためにこのような社説を書いているのか 日本にある新聞マスコミであれば、このでっち上げられた徴用工の問題についてしっかりと真実、事実を報じていただき、これ以上ですね、日本に対して変更報道を繰り返さないように、朝日新聞にはお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。